自動車を待つ間は1903年に作家のオーヘンリーによって執筆された短編小説である。夕方の公園でいつも読書をする美しい女性とその女性に好意を持ちつつもいつも遠くから眺めている青年パーケンスタッカー。ある日青年は彼女が落とした本を拾い上げ声をかけた。彼女は最も高貴な家柄の人だという。そして 金持ちたちの形外化した贅沢に嫌気がさし、庶民の娯楽を楽しんでいるそうだ。彼女曰くシャンパングラスの中で鳴る氷の音を聞いただけで頭が変になるらしい。彼女はドイツのとある広告の大公とイギリスの公爵から求婚を受けていると話す。青年は自分の職業をレストランの水筒係だと言った。すると彼女は腕時計を覗き、 慌てて立ち上がった。青年は彼女の車まで送ろうと申し出たが、自分の名前が刻印された、ナンバープレートを見られては困るから、と断った。しかし、彼女は自分の車置きにも止めず、奥の青年が働いているというレストランに入り、その水筒係の席に座った。それを見た青年は、彼女が落としていった本を放り投げ、例の車に乗り込みこう言った。アンリ。 クラブへ、林家正蔵が選ぶオチがある話集、林家正蔵編学研、出版。ありがとうございます。